か。はい、ヤクタンでーす。さあ、今日紹介していくデッキはこちら、縦ヘイズ縦ヘイズデッキでーす。さあ、そして今プレゼント企画やっております。なんと最大総額10万円分のギフトカードをプレゼント。詳しくは動画の概要欄を見ていただければなと思います。そして、簡単にね、コメント欄にエントリーしますと書いてくれるだけでエントリー完了です。気軽に皆さん参加していってください。そしてこのデッキ、この動画少しでも面白いなと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということで今日紹介していくのが縦ヘイズ、ヘイズ盾、陰謀の盾やな陰謀の盾を使っていくデッキとなっております。1枚しかね手に入らないこのカード、さあ一体どういったカードなのかと言いますと、トラップカード。自分フィールド上の表側表示モンスター1体を選択してこのカードを発動できる。このカードを装備カード扱いとして選択した自分モンスターに装備する。装備モンスターが攻撃表示の場合、一旦に一度だけ戦闘では破壊されない。また装備モンスターの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージはゼロになるということなので、僕はこれなんで入れたかって言ったら、まあ戦闘で一度ね、破壊されないっていうところにまず着目しました。ということで戦闘、逆に戦闘でしか破壊できないモンスターってなんだろうって考えた時にヘイズかなと。効果、個人を対象とする効果の対象を受けないので非常にね効果破壊に強いで、問題は弱点って言ったら火力がちょっとね低めっていうところなので、そこを完全に補えるんじゃないかと思って僕は陰謀の盾を、ヘイズデッキに採用した次第です。さあ、それではヘイズデッキ他どういった構築でいっているのかというと、まあ、まずね間違いなくいるカード、これヘイズビーストスピンクス、こういったね間違いなくいります。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はこのカードをカードの効果の対象にできない。これでかなりねこの効果だけで相当強いんですよね。で、さらにまた自分のメインフェーズ時カードの種類を宣言して発動、自分のデッキの一番上のカードを墓地送り選択した宣言した種類のカードだった場合、さらに自分の手札墓地から炎属性モンスター1体を選んで特殊召喚することができる。一旦に一度しか使えませんといった効果なので、非常にねこのデッキモンスターが多くおります。20枚デッキで、魔法トラップカードはたったの4枚、16枚がモンスターカードですので、基本的にモンスターと選択してあげるだけで、かなり高い確率でね墓地にモンスターカードが送れ、さらに特殊召喚までつなげることができるといった形ですね。じゃあ一体ね何を特殊召喚するのかといったら、ヘイズビースト、サーベラスとか、ペリュトンは、まあ、ペリュトンもありかな。で、ヒッポグリフォーね、こいつも非常に強いな。ヒッポグリフォーとかに陰謀盾とかつけてね、どんどん火力上げていくっていうのも面白いかなと思います。で、結局ねこのスピンクス出していくにしても、他のモンスター出していくにしても、ペリュストン出していくにしても、アドバンスね一体必要になってくる、星6つ星モンスターとなってくるので、そこを補う点で、僕は気候忍者アース、相手フィールド上にモンスターが存在して自分フィールド上にモンスターがいない場合に手札から特殊召喚することができるので、一気にね1体分のアドバンスになるっていうのと、フレームタイガー、これがこのモンスターが墓地にいる場合、自分のドローフェーズをパスする代わりに墓地から特殊召喚することができると。召喚機を使えないのでアドバンス用意とすることができるっていう話ですね。あとは小衛星成分、これね3枚入れているんですが、これもね必須カードかと。このカードがフィールドから墓地へ送られた時に演武と名の付いた魔法カード1枚を選んで自分フィールドにセットできるんですよね。じゃあ一体何をセットするのかといったら、はい、こちら演武天数、このカードがフィールド上に存在する限り、自分は通常召喚に加えて一度だけ自分のメインフェーズ時に10
獣戦士族モンスター1体を召喚できるっていうことなので、獣戦士エイズビースト、スピンクスも獣戦士で、諸衛星成分も獣戦士、うん、であとは獣かな、獣炎炎かなんで、アドバンスしていくにあたって点数が非常に優秀な活躍をしてくれます。で、点数を展開できている場合でも演武玉子、これね2枚入れておりますので、相手のセットカードちょっとね怖いなという時は玉子でもう即ね相手のやりたいことを防いでいきましょうと言ったデッキです。まあな、詳しくはこういうね口頭じゃなくてデュエルの方見てもらえればなと思います。ということでデュエルスタンバイ。さあということでやっていくで、まず初戦は闇遊戯が相手ですね。で、闇遊戯かなんだろうっていうとこやけど、まずねこのヘイズデッキ、普通のヘイズデッキに要するにインボの盾1枚ピン出しで入れただけっつう形にはなってしまっとんで、まあまずね、まず強いです普通に強い。この陰謀の盾があろうとなかろうと強いと。で、さらにそこに陰謀の盾が絡んできたらもっと強い。といった、デッキ構築ですので、そのあたりをね、うまく理解していただければなと思います。さあ、ということで、成分をね、僕は、まず守備表示で出しました。で、できりゃ壊してくれても全然良かったんだが、ここはね、多分、壊しには来ないだろうね。うん、そうやろうな。成分がフィールドか墓地行った時に効果発動するので、この演武カードを手札に引き入れることができる。要するに演武点数が引き入れることができるということは相手は理解しているので破壊はしてこなかったが、残念ながら手札にヘイズビースト、ペルトンがおりますので、これをアドバンス召喚。で、アドバンス召喚することによって、フィールドから墓地へ行ったことにより、小遠征成分の効果発動と、で、相手のね、バック、非常にね、グラディアルビースト、バックが怖いので、てか多分攻撃止められると思ったので、ここは、まあ普通に行ったら、演武点数を持ってくるところだが、僕は、玉子の方を持ってきて、相手のバックを防いでいき、さらにペルトンの効果発動。手札の、炎族モンスターと自らをリリースして、デッキから、モンスターをね、特殊召喚、2体まで特殊召喚することができる炎属性モンスターをリリースすることによって、ヘイズビーストと名の付いたモンスター2体を特殊召喚することができる。ということで、相手ね、軽くは2600でしたので、スピンクス2体ではなく、ピン出しで入れている、ヘイズビースト、ヒッポグリフを、これを入れることによって、スキルの粉砕をね、使うと、1体につき300ポイント攻撃力がアップするので、600ポイント攻撃力アップしますと。で、攻撃力が2700。全然反応せんやん。これなんなんやろ ?PC 版なんやけど、俺だけまあまあな、俺反応せんことあるんやけど、なんなんだろうね、これ。あー、来てきた、やっと来た。粉砕かかったので、これで、2700のダメージで相手の攻撃力を超えていくと。うん。OK。で、これも攻撃していくと。これでターンエンドですね。多分相手バックが、なんやろうな、イタか、アヌビス、無敵か、まあ、ほんといろんな可能性があったんですけど、仮にね、もし、手札にクリボール握られてたとしても、スピンクスでね、相打ち全然することもできたので、まあなんとかなるかなといった状況ではありましたね。さあ、お相手の方迷っているが、小ずさいで、あ、なるほど、玉光を、飛ばされたと。あ、ちなみにね、玉光、重戦族モンスターの攻撃力100ポイントアップするってことで、地味に実はそれもでかいです。で、やっぱりね、これ見てもらったらわかると思うんやけど、ヘイズビーストって火力が相当低いんですよ。1900。なので、全然超えていかれるっていう意味で、僕は陰謀の盾非常に、こちらから攻撃するときは、粉砕があるからええけど、こう、受けになるときね、それはダメなので。あ、で、効果使っていきました。で、ここは、僕はね、成分を、あーっと、買ってしまったね。ということで、実際僕は成分を、フィールドに特殊召喚して、さらにアドバンスで、モンスター出して、成分が墓地に行ったことによって、また1枚カードをね、手札に引き入れることができるので、それで玉光を手に入れて、相手のバックをまた防いで、完全制圧して、勝利しようと思ってたところを、まあ、サレンダーされてしまったといった形ですね。
さあ、それでは第2戦目、これはね、リプレイなんですが、相手がね、シンラで、それも一応勝てたので、一応ね、動画にしとこうかなという気持ちでやっております。まあ、シンラもね、完璧にぐるぐるぐるっと、もう最高の感じで回ったら、やっぱり、叶わないってことはあるけど、ただ全然ね、勝てるパターンもあるので、一つの提案としてね、こういったデュエルもできますよというのを見てもらいたいなと言った気持ちですね、僕は。さあ、リーフが来たので、これ破壊されます。ただし、破壊されたことによってフィールドから墓地へ行った。ということで、成分の、特殊能力を、使うことができると。これでデッキより1枚ね、塩分カードを、セットすることができる。で、テンスを使うことによって、はい。これね、アドバンス、もうちょっとね、展開早いけど、まあ、いろいろやってますよと。で、さらに陰謀の盾伏せてあるので、火力超えられても装備して、一旦耐えて、またこちらの粉砕で超えていくといった形です。さあ、そしてこのデッキ、この動画少しでも良ければ、チャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。ということで、ヤグタウンでした。また次回の動画でお会いしましょう。またね。